今回から三重県渡来町界隈の面白い道のシリーズが始まります。そして最初だけ積んだもんがお届けするのだ。なぜ渡来かというと、ダーツの旅のようにランダムで決めました。三重県渡来郡どこですかこれ。三重県ですね。お、なんと適当なフェマールなのだ。三重県ドアイ、あ、まだ近いかな。ドアイ渡来県やわ。渡来ってんすか、うん、ここで渡来ってんすか。そういったいきさつで渡来付近の県道やハイトンネルをジムニーで探検していくのだ。第1回目は三重県道22号のみさかず移動。新のみさかトンネル完成後は旧トンネルは閉鎖されたが、旧道22号は荒れながらも自動車が通れるのだ。通れると言ってもほぼ廃道に近い雰囲気で、管理もあまりされていないので落石などがあるのでパンク注意なのだ。のみ坂トンネルの開通は南東町民の悲願。1929年に開通した際は南東の夜明けとも言われました。かつて隣町渡来町の一ノ瀬谷から南伊勢町の道方へ木炭が運ばれていました。木炭は船に積まれて江戸や紀州へ輸出されました。しかしトンネルもない時代、馬の背に木炭を乗せて急峻なのみ坂峠を下るのは命がけ。現在でもトンネル付近に馬の供養のための地蔵が祀られています。道路整備が必須である状況を鑑みて、新女王として知られる三木本幸吉が莫大な寄付をしました。それをきっかけに当時の鞍村、中島村、吉津村、一ノ瀬、小川村が共同で出資してトンネルを作ることができたのでした。南東町市より。ここからは変態フェマールの現地初見インプレッションなのだ。じゃあ話戻しまして、こちらの旧道ですけども、今一瞬狭いとこがあったり、ここ広いとこがあったり、めちゃくちゃバリエーション豊富な道ですね。ガードレールはあるんだけど、たまに歯周病ガードレール的な、その落ちてしまっている支柱がぶら下がってるとこもありましたし、いかにも半分廃道かなみたいなとこがありまして、でこの坂先に飲み坂トンネルは通行止め、そこまで行かせてくれるっていう、まあ本当にありがたい話ですね。この風情を感じながら行けるっていう、これ紅葉の時期やったらもっとなんかプラスアルファなんでしょうけど、まだちょっと紅葉には早いそうです。いいですね、このなんか枯葉が落ちまくって誰も通ってないからこそ、このわだちがないっていう廃道感がありますね。かといってこうやって快適に走るんだから嬉しいよな。で本来はここは全くノーマークでした。本当はスタートは県道151号線ってとこ、まあ、本当険しい県道やと思うんですけど、富士越越えってとこかな、からがスタートやったんですけど、近くにこれやったんで、で時間もあって151号線は、時間帯通行止め、8時半から通行止めの予想なんで、それまでに、まあ、ちゃちゃちゃっとここの撮影しようかなと思ったんですけど、わー三重名物ガードレールヘキサゴンみたいな感じですね。三重名物かどうか知らんけど、やたら多いんですよね。国道でもああいう看板ありますし、そしてトンネルかな、やってまいりました。そしてここはその前にこの剣みたいな小流の滝があります。まあ、路地蔵さんがあって峠ですね。はい、じゃあこれが飲み坂津移動となります。渡来との境目ですね。そして先ほども言ったこのガードレールのこのヘキサゴン、これが最高ですね。頭上注意 3.7、 福音 3.7、 地上高は3メーターって書いてあるかな。まあがっつりと塞がれてはおりますけども、結構古い感じのトンネルじゃないですか。昭和初期ぐらいかな、大正まで行かないような気がするんだけど、でも結構長いのかな。この反対側も行ってみますんで、よろしくお願いします。飲み坂ツイートですね。あーいいね、もうこの雰囲気がねたまらんとですよ。でもまあ昔からの峠なのか、こうやってお地蔵さんがあるってことですからね。では現県道22号線新飲み坂トンネルというのかいいのかどうなんですかね。飲み坂トンネルですね、を入ってきます。めちゃめちゃ長いし、緩やかにずっと曲がってってますね。上の
旧トンネルが短かったんでそんなに下はないのかなと思ったらめちゃめちゃ長いんですね。出ましてまたですね、南伊勢町に入りますけども、飲み坂南トンネルってのがあります。あ、それは長いの結構。じゃあ向こうの旧道って長いのだなこれ時間大丈夫かね出口に右に曲がる道があるみたいなんですけど、これいきなりかよ。ここ旧道だとです。飲み坂水道封鎖のためこの先通り抜けはできませんけども行けますってことですね。上に看板があるんだね。なんだこれ。わあ、でもあれだね、これはちょっと来てよかったな。ちょっと時間との戦いってのもあるんですけども、どうしても百越道五線が時間通行止めになっちゃいますんでね。もともとここは予定に入ってない道だったんですけど、でもこれは来てよかった。そして前のあの鳥は相変わらずついて回るんですね。なんて鳥だったかなこれ。こうやってついて回る鳥がいるんですよ。あ、でもまあ荒れてますね。登れるは登れるけど結局廃道みたいなもんですよね。旧道ですけども、落石がひどい。だから一応廃道にはなってるけども、こう通れるようにはしてくれてるんですよね。管理されてるってほどのわけじゃないけど、この落石はのけてる感じなんですよ。明らかに一車線を確保してる雰囲気があります。わあ、もうカーブミラーが全く機能しておりません。大概こういうとこの道っていうのはこんな感じで、そして不法投棄も本当にどうもならんですね。冷蔵庫また新しいね。そして、ヘキサゴンガードレールの看板があります。相当落石がありますね。不思議なもんですよねこれって。なんでこうやって通れるようにしてるのか。なんか頂上にまたさっきの昇竜の滝みたいな、そういった峠の上に登山道があるから作ってあるのでしょうか。でもやっぱりこのガードレールがねもう朽ちてきてるんで、ここなんかまだ大丈夫か。支柱がもう下の根元がねもう崩れ去ってないっていうところも先ほどあったんですけど、そこまではここは来てないかな。ただ風情あるし、今鹿が目の前に多分現れるかな。行っちゃったかな。ああ行っちゃったな。鹿がいたんですけどね。おいいじゃないですか、いいじゃないですか。これ絶対的にこれフリードで来なくてよかった本当に。フリードでも来れますけども、来れるけども、この石がねタイヤ的にやばいかなっていうのとかあったんで、これはジムにできて大正解でした。あ、これは面白いわ。すごいありがたい。いやー楽しいなマジで。その過去ね、この新トンネルができるまでにはここの道をバンバンと何やのダイナマイトの箱みたいなやつトラックやらが通ってたんだと思うんですよね。で今この真下ぐらいに先ほどの南トンネルの真上ぐらいかな今を走っておりますので、ですけどこれはいいわ。道のその線形とかっていうんじゃなくて、この風情がねいいですね。過去ここにバンバンと車が通って、古臭い車が通ってバンバン通っててワインディングを走ってたっていうその記憶が道に染み込んでるような感じがしてね。そしてそれが風化して落石にまみれてるけども、こうやって道として一応機能はしてくれてますんでね。苔が生えた、私が言うまあちょっとまあこれは半盆栽道かな砂利じゃないんで半盆栽道といった感じですけども、あと3コーナーぐらい抜けると先ほどの飲み坂隧道に着くみたいですね。
ただこの道風情はあるけどもめちゃくちゃ滑りますんでお気をつけください。もう半分シャーベット路面ぐらい滑るんですよね、苔道とか。苔がなくてもこのアスファルト路面でも濡れてるとめちゃめちゃ滑ります。普通のスニーカーだとね、さっきもツルツルと滑ったんですけど。そして所々にあるこの22号線のこのガードレール標識が素晴らしい演出されてますね。ここもなんだこれ、なんであんな木が落ちてるんだろう。ここは当たりやな、来てよかったよこれ。本当最初省こうかなと思ったんですけど、この先いろんないい道があるんでね。はい、では峠に来ましたね。で看板がいろいろあんな。はい、南東町っていうのかなの町境になります。そして香ばしいのはこちらの頭上注意 3.8m だったんだね、昭和3年みたいですね。お地蔵様ありがとうございます、守っていただいてありがとうございます。もやかかっていい雰囲気になってますけども、多分ここなんかは古の道じゃなからかなと思うんですよね。素晴らしい、この翼壁と言っていいのか分からんけど、これ翼壁になるかな、これ一応翼壁と言っていいかな。もう苔むしてましてね、ジメジメしてますんでね、キノコも生えそうなところなんですけども、この緑の中にこの淡い緑にこの淡いこの橙色というかこのレンガ色ですよね、レンガですけども、そして扁額の上にまたうまいことね、あの草が生えててちょっと味わい深い感じですけども、飲み坂水道ですね、多分昭和3年みたいな感じになります。うわー、これを車で乗ってこれるっていうのはめちゃくちゃいいですよね。キーストーン大好きでございます。振り返るとこのような感じでいい感じですね、もやに包まれたジムニーさん。はい、ということで飲み坂随道でございました。ここまで来れますのでめちゃめちゃ楽しんで来れますし、ただちょっとタイヤ的には危ないかなと思うんで、普通車で来る場合はタイヤに気をつけてやってきてください。まあといっても僕の車でも気をつけないとあかんと思います、ね。今回からこちらの、渡来町あたりの探索が始まります。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。